有機肥料の溶液栽培の根っこの様子です。根毛が、たくさん密生しているのがわかるでしょうか。今のはカツオ煮汁で栽培しているものです。こちらは、トンプンニョで栽培しています。やはり根毛が非常によく発達しているのがわかります。こちらは、コンスティープリカーという肥料で栽培しているものです。少し分かりにくいですが、短いものの、根毛がやはり密生しております。